外の310、これを持ってきやした。このイグナイターが下についてるんでちょっと使いづらいんで、あんまり使ってないんですけど、一応ねこれを今日持ってきた理由は、これがですね、このレギュレーターストーブ用の専用のウィンドスクリーン、完全にこう覆うタイプじゃなくてですね、このサイドにパンパンとこうつけるタイプですね。まだ封切ってないんで、ちょっとこれ今日ですね、いい機会なんで試してみたいと思います。開けるとペラペラのですね、アルミが2枚と説明書と、こんな感じですね。これがですね、同じ大きさのアルミが2枚ですね。これを、どうやんだ、なるほど、これをですね、ここがですね、内側から外に引っ掛けるようになっているのが両側についてますんで、ここにこうつけるということですね。こうですね。これがついて、片っぽがこうですね。こんな感じですね。こんな風になります。どれぐらいですね、ウィンドブレイクする効果があるかちょっと疑問なんですけど、一回ちょっと使ってみたいと思います。ポテトを揚げるということなので、たまたまですね、たまたまというかいつも入ってるんですけど、このモンベルのフライパンですね、一人用のハムヘッグにちょうどいいサイズです。こんな感じです。得意の、激安オリーブオイルです。ちょうどねこの半分ぐらいまで使っちゃいましょうかね。入れます。ドボ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 、大事かなこれで。なんか怪しいな、今日他に油使うのっていうとねえか。大事かな、こんな感じで、こんな使っちゃった。風はね今日実を言うとそんなにないんで、ないですね。これの風防効果ってダイレクトにはこう分かんないと思うんですけど、ただなんとなくですね、どうなんだろうね、ちょっと何とも言えねえな。相変わらずね料理は苦手なんですよ、本当に何にもできないんですよ。こんな油少なくていいのかなって感じはするんですけど、ここら辺はね、ここら辺はいい感じするんだけど、どうなんだろうね。なんとなくここら辺上がった感じがするな。なんとなくね上がったような、怪しいような感じですね。
ちょっと1本だけ。あ、上がってる。おいしい。うん。これはね、そんなに色変えるまでやんなくてもいいかもしれない。ちょっと多めの油で焼いてるみたいな、まあそんな感じですね。でもまあ美味しければ何だっていいんですけどね。はい、第2弾投入でございます。怖えんだよなこれな。あき、よし、今日はね、スーパー寄ってきたんで、まあ、まともな塩を買ってみました。味塩ですね。はい、味塩をパラ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 。いただきます。どれどれ。うん、うまい。いい感じですね。できたかな。できたかな。ちょっとね、変な照明でやってますけど、持ってきたランタンがですね、2つとも電池がですね、全然充電されてませんでした。夏、カブママさんと一緒にですね、那須にキャンプ、夫婦キャンプやったんですけど、あの時使って以来全然使ってなかったんで、もううっかりしてましたね。もうほとんど電池が残ってませんでした。まあ、そんなことでですね、唯一この明かり何かっていうと、ヘッテンですね。ヘッテンの明かりをですね、今ポールにくくりつけて、まあ、全体照明で使ってます。金麦2本目です。じゃあね、ちょっとですね、宇都宮出身の、まあ宇都宮生まれ宇都宮育ちの僕なんで、まあ欠かせないものがありますね。見えます？宇都宮餃子ですね。まあ、宇都宮人であればですね、まあ、餃子ぐらいはまあ普通、まあ、毎日ぐらい、毎日って言い過ぎだけど、まあ、食うんですけど、まあ、この餃子をですね、焼いていきたいと思います。ほんとね、宇都宮の餃子はですね、基本的にまあ当然焼き餃子なんで焼くんですけど、これね、お店でね、どういう風に作ってんの他をですね、まあ、見るとですね、まあ、焼くっていうかですね、まあ、蒸してるというような感じなんですね。まあ、宇都宮餃子の特徴としてですね、皮が結構しっかりしてもちもちです。で、中はですね、もうほとんどね、まあ、肉も入ってますけど野菜が多いです。すごくですね、まあ、一個一個がでかいっていうのが、まあ、その特徴ですね。
こんな感じなんですけど、こんな感じなんですけど、とりあえず最初はですね、中火でですね、下に焦げ目をつけちゃうというのが一番いいやり方です。まあ、軽くですね、まあ、焦げ目をつけたらですね、まあ、ちょっと火を、まあ、若干落としてですね、あとは蒸し焼きにしちゃいます。水をですね、結構ひたひたまで入れちゃいます。だいたい今ね、そうだね、100cc ぐらいぶっ込んだから、こっからですね、入れたら強火です。わかりますかね、なんかね、こんな感じでね、これでだいたいですね、約5、6分ですね。だいたい水がですね、水っていうかお湯がですね、沸騰して、まあ、だいぶ飛んでます。この水分がですね、まあほとんどなくなりかけたらですね、最後ですね、ごま油をかけます。だんだんもうないですね、水分飛んできたんで、ごま油ですね、ごま油をこんな感じでかけます。こんな感じですかね。こうやることでですね、フライパンにくっついてる底の部分とですね、まあサイドがですね、パリッてなるのと、あとごまのいい香りがですね、こう食欲をですね、こうそそる感じ。はい、だいたいですね、こんなもんで OK です。これね、ラー油と醤油と酢なんですけど、まあ、僕はあんまりこう酢が好きじゃないんで、まあ、ラー油と醤油をですね、多めに入れてます。